次の試験はこの迷路を解いてもらう。もちろんただの迷路ではない。気をつけろ。ノックするとビリビリするボールペンとか、黒板消し落としとか、掃除用ロッカーに大量のゴキブリとか、迷路の中には様々な罠が仕掛けてある。罠が全て小学生レベルだな。簡単そうでよかった。それと罠を攻略するとこの音楽が流れるからな。ゼルダかよ。制限時間は30分。時間内にゴールしたものを合格とする。それでは始め。さてと、一筋肉動かしてゴールしていきますか。すいません。私も一緒に行っていいですか？え、なんで？きっと二人で協力した方が効率的だと思うんで。まあ、確かに。隙あり、マスターズ！お前みたいに隙がない奴には緩急つけて店のゴールをいくつか作ってやるんだ。ちょっと騙しててごめんなさいね。諸事情によりゴールさせるわけにはいきません。ここで引いてもらいます。驚いたよ。なんだ？違うよ、メスガキ。この程度で僕を殺せると思ってる、その脳みそに驚いたと言っているんだよ。トニー！そんなの問題ない。ニットのセーターに安全ピン通したみたいなもんだよ。マジで問題ない。嘘でしょ？だって心臓貫いてるのよ。僕が鍛えた心臓くんを舐めるなよ。そうだそうだ、心臓様を舐めるなよ、メスガキ！なんで心臓が喋ってんだよ。心臓の位置ずらすなんぞ、お茶の子サイサイだぜ。心臓様を舐めるな。のすけがすぎるよ、心臓くん。ラブリムニームニームラムラブリンブルル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